カモジャマスです。後輩のケイちゃんです。カモジャのコンちゃんです。トヨタの中村です。今回エースマネジメント第2期目の永瀬健康さんと契約させていただきました。ありがとうございます。それで、ね、今回あのこのカラーボールをねもらいました。黒見えない、黒ボール見えないかな、真っ暗だよね。実はね、まあ、前のね動画でも出したんですけど、このカラーボールにいろんな種類があって、まあ、今回この黒ボールを使ってゲームをこのナイターでちょっとやっていきたいなと思います。この試合やったらどうなるかっていうのをこの前の4人でねやっていきたいなと思います。はい、で意気込みをお願いします。なんかボールに対して集中力が増しそうなんで、だけど相手の前衛も見ないといけないので、もう全部見ます。いいね。ボールが消えることを想定して前衛にゴリゴリ持ってきます。嫌なやつ僕も多分持ってこられることが多いかなと思うんで、もうガッチリ固めて止めてやろうと思います。 OK、 で今回は前衛3人とこういう1人なんで、僕はこうやりたいと思います。で今回は黒いボールでゲームをやっていきたいと思いますレッツゴー。いけた、いけた。Hey!
ましょう。じゃあ結果はね2対1で僕たちの勝ちでした。ありがとうございました。いや、改ざん。ありがとうございました。ボール見えたかな、見てる人ね。どうだったかな。やってる側からしたら別に全然見えなくはないって感じだったね。そうですね。どうでしたか。ロブ打つとナイターだとどこってなります。こうなったのみんな。多分そのシーンあったと思うんですけど。あとなんか普通にボールに対する集中力は白いボールよりかは上がる。よくボールを見るようになる。結構ギリギリまでこう引きつけてこうね見たよね、うん、じゃないと当たんないよね。当たんない。それは確かにその点は黒ボールだからのことかなと思いましたね。じゃあこれ次明るい時にちょっともう一回やってみましょう。そうね、明るい時にやったらまた多分見え方ちょっと違うかな。また勝ちますけど、はい、まあ、その時もまた僕ら勝つと思うんですけど、そうですね、まあ、その時もまたやりましょう。はい、まあ、今回のねこの黒ボール長瀬金子さんの方で販売してるんで、ぜひ概要欄に貼ってあるところから購入してみてください。じゃあこの動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 。